はいどうも、アキです。お待たせいたしました。はい、いよいよサカツクシュート実況やっていきます。はい、ツイッターの方でね、サカツクの実況やっていきますと予告して、早もう1ヶ月以上経っちゃったかな、なんですけれども、はい、ついにね、サカツクシュートやっていきます。僕ね、今までの人生で一番時間をかけたゲーム、サカツクかもしれません。パワプロかサカツクですね、間違いなく。PSP のサカツク7とかめちゃめちゃやってました。はい、8か7か、はい。あとプレステ時代のね、サカツク3とか、とにかくもうサカツクめちゃめちゃやってます。でもうスマホになってるっていうのは、スマホのねアプリになってるっていうのは知ってたんですけど、なかなかねこうプレイするねこう機会がなかったんですけど、今回からはいプレイしていこうかなと思います。はい、いやーマジでずっとやりたかったんですよ。ちょっとタイミングがいろいろあってね。はい、チュートリアルから今回からこのサカツクはね、もちろん本気でやるやつなんで、実況、シリーズ実況していきたいので、もうチュートリアルからねやっていきましょう。なのでチーム名はもう決まっています。秋ハリケーンです。秋ハリケーン、本拠地はそうですね、どうしようかな。この間お世話になった大分にしてもいいんだけどな。そうだな、せっかくだしこの間お世話になった大分にしようかな。なんか気持ち悪いけど、まあいいか。今後何かあった時は全て大分に頼るか。よし、大分と取りに行ってあるけどね。まあエンブレムとかユニフォームはこのままでいいかな。はい、監督就任おめでとうございます。秘書を務めさせていただく。この辺は読まなくていいか。はい、サカツクシュートはね、普通サカツクって、マジでマラドーナでしょこれ。ディザン、グラフ。はい、サカツクってね、僕何が面白かったかって、ずっと操作しないんですよ。本当に経営と練習指示と、まあ試合の指示だけで、自分の操作しないんですよ。なんで逆に言うとあれですよね、ウィーレは逆に操作しかしないけど、経営とかしかしないんで、そこが僕結構好きなんですよ。経営とかその計画性とかね、そういう戦術性、そういうの問われるところが好きなんで、はい、サカツクずっとやってました。で今読んでなかった。自チームのディフェンスゲージが半分以下の時、技属性の選手のオフ値が 1.5 倍になる。よくわかんないな。どんどん進めていこう。とにかく、あー懐かしい、サカツクだわこれ。このね、能力の現れ方的な感じ。1年ぐらいサカツクもやってないな。プレス、シュート、右サイド、ゴールに近づいたらシュートのターンです。シュートボタンをタップすると選手たちがシュートを打ちに行きます。シュート。もうなんで昔は一切試合はね、そんなできなかったんですよ。まあちょっと指示はありましたけどね、基本僕は指示せずにずっと勝手にやってもらう派だったんで。イブラヒモビッチ、ちょっとね、実はねサッカーもちょっとだけ知ってるっていうね、イブラヒモビッチさん。いや、なんかこう多分ね、権利の問題でね、サカツク結構ね、いじるくれた。選手名変わってること多いんですよね。はい。サカツクシュートではゴールを決めるごとにボールの中から選手が出現します。え、マジで？ああ、今回は、マジか。てかこれ、ロナウドとかさ、イブラヒモビッチとか、イニエスとか、これイニエスタでしょ？ジェラーって誰だ？あ、ジェラート。ピルロ。デリあれかな、過去作のサカツクの匿名選手出るかな、有名どころの。カモスさんいじったやつとか。あ、これシュート打てってことか。ずっとシュート打ってなかった。なるほどね。でシュート打つことになんか出てくるんだ、選手が。ベイル、やたら強いやつらが出てくるな。プレス、自分がまずどっちなんだよ。相手に攻められています。プレスボタンをタップするとスタミナと引き換えに選手たちがボールを奪いに行きます。いや、サカツクも進化しましたね。でも基本的に簡単でいいですね。操作がプレスとシュートだけで、あとはカウンター狙うのか、中央突破していくのか、右サイドに切り替えるのか、左サイドに行くのかと。で、いいタイミングを見てシュート。ディフェンス崩壊。
はい、ということで、まあ、チュートリアルなので絶対勝つんでしょうけれども、あ、しかもバロテッリやば、ホンダもくれた。え、これけどくれないんでしょ今回。うわー、今の欲しかったわ。うわー、マラドーノかティザンかクラフか。これね、サカツクだとね、本当にね、名の知れた選手なんですよ全員。サカツク界だとね、超有名どころです。じゃあマラドーナにしようかな。イエス。うわー、このね、守れるポジションの表し方とかマジサカツクだわ。ちょっとこの能力の出し方とかはサカツクっぽくないけどな。で、まあリーダースキル的なのと普通の自分のスキル的なのでソシャゲっぽいとこありますね。いやー、なるほど、ここまでとりあえずサカツクっぽい、サカツクがちょっと懐かしいっていう。僕 PSP 実況もできるようになったんで、一番自分がやり込んでたサカツクのね PSP 実況もそのうちやれればいいななんて思っているので、ぜひねまた見ていただければと思います。んー、まあでもね、ちょっと長くなっちゃうんですよね PSP のサカツク実況。試合はこの画面から。ワールドツアーとミッションができる。ゴールデンボール、ゴールデンボール。ワールドツアーは世界中を転職し、各国の強豪クラブと戦っていくモード。試合に勝つことでその国の選手を獲得できます。マジか、今一番欲しい選手なんだろうな。ブラジル行ってネイマールもらいに行くか。いや、それは今スペインに行かないとくれないのかな。レアル、あれか、バルサに行かないと。よし、なんとなく分かった。でもちょっとサカツクとは予想はもちろんしていましたが、普通のサカツとは全然違いそうですね。スタジアム建設とかあるかな。その辺が結構町開発とかあるんですよね普通のサカツク。お、やった、オランダ制覇しに行く。なるほどね。そうですね、じゃあここで第1弾目の切りますか、とりあえず。はい、チュートリアル終了とは言わないのかな。もうちょっとだけやる。もうちょっとだけやろう、やっぱり。はい、あんまり僕切りすぎるの好きじゃないんで。はい、ちょっとまたね、パワープロみたいに尺長くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ1回目なんでいいでしょう。あ、読んでなかったよ、話してたら。試合では他のクラブから選手を1人レンタルすることができます。レンタルしたい選手を選んでください。もしね、サカツクシュートやってて、サカツクシュートとか検索でね、来られた方、ぜひともよくわからないので、コメント欄でいろんなことを教えてください。とりあえず、これがフレンドシステム的なやつね。あ、ウッチ連れていく？フォーメーションの最終戦。なるほど。ウッチーは右サイドなんで、右サイド入れときましょう。で、これで試合開始でいいのかな。アキハリケーン。いや、このエンブレムもマジでサカツクだな。 FC フェンローってあるじゃん。FC フェンロって昔マヤとか本田圭佑がいたチームだっけ、オランダの。この試合では試合で最も重要な要素、ディフェンスゲージについて説明します。画面真ん中の2本のゲージがディフェンスゲージです。キックオフ。ほう、ちょっとね、僕チュートリアル苦手なんですよね。どんどんやり込んでいかないとよくわかんない人なんで。相手チームのディフェンスゲージが0になったので、ディフェンス上解放状態となりました。崩壊状態となりましたと。得点のチャンスと。とりあえずディフェンス崩せばいいっていう話でしょ。で、これ見といて、あ、でも相手に取られた。ほら、プレスしに行け、プレス。プレスしに行け。ファウル。これ左サイドとか右サイドとか中央とかよくわかんないな。中央突破にしてみよう、一回。でも人多いかな。シュート、シュート、おっしゃー。シュートボタン今押せてた。
しかもウッチーが決めてくれたし、借りたウッチーが。ご結婚おめでとうございます、ウッチー。パスやドリブルの成功によってディフェンスゲージが減ったのが分かりましたか。このダメージ量は選手のオフェンス値に反比例してると。なるほどね。178356。おー、ディフェンス崩壊。ディフェンス崩壊すると本当に崩壊するの。じゃあもうシュート打て。おー、キーパーヘボ。これがまたあれでしょう、レアリティとかレベルによってかなり強くなってくるんでしょうね、選手が。ディフェンス力がこっちの方がはるかに高いな。プレスかけよっか。あ、これ戦術解除にしといてプレスかけて、プレス連打した方がいいの。もうディフェンス崩壊んで右サイド行って、またウッチーが活躍するのか。シュート、うえー、あ、いいね。選手どんどん手に入れていってますね。圧勝。前半後半もやんのこれ。3点差になり相手がギブアップ。ラッキー。お、クラブレベル2に上がりましたね。コストとかもあんのか、ソシャゲだな。うん。で、選手獲得と。コッピ。わかんねえな、まだレアリティとかが本当。ソシャゲって始めたとき何にもわかんない。ただソシャゲは似てるんでね、大体似てるとこあるんでね、こっちさえ掴んでいけば大体分かっていく。 SNS で投稿して300コインゲット。ちょっとまだ投稿しないでおこう。なるほどね。ちょっとまだチュートリアル続きそうなんで、とりあえずボタンとかも大体のことは分かったので、ここで本当に切りたいと思います。はい。いやー、なるほどね。サカツクがもっとソシャゲ感を増して、そしてボタンを新たに追加してスマホに登場したという感じでしょうか。はい。まあ、とにかくね、ちょっとサカツクまだよく分かんないんですけど、しばらく続けていこうと思うので、ぜひともね、一緒にサカツクプレイいたしましょう。概要欄の方にね、ダウンロードリンクを貼っておきます。はい。そちらからですね、ぜひともダウンロードしてですね、一緒にやってもわからないこととかね、コメント欄とかでね共有していければいいなと思うので、もう好きに使ってください。なんかまあ僕はわからないんで答えられないんですけど、掲示板みたいになんか質問とかしてたらね、わかる人が答えてくれるかもしれないので、はい、ぜひともね、みんなでサカツクの方盛り上がっていきましょう。もうちょっと進めたらまた何かしらの動画撮ろうかなと思います。チュートリアルでガチャ引く瞬間とか撮りたいなと思うので、ぜひともね、一緒にプレイしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります、いろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。